ドッキリ神回避 !5! ということで、いや、このドッキリ神回避、なんて言った今。ドッキリ神回避は、まあ、俺は3回目なのかな。全然覚えてないわ。ただね、この手のゲーム、まあ、防衛系とかね、俺めちゃくちゃやってるし、結構得意な方だったりするんだよね。いや、なんで、まあ、今回もね、余裕でドッキリ回避していこうかな。スタート!あー、今回はどれぐらいあるんだ?どうやら30ステージぐらいあるっぽいね。ってことで、じゃあ早速やっていくか。ステージ1、雨回避。え?災害を回避しろってこと?それきつくない?で、これは、まあ、おそらくチュートリアルみたいな感じでしょう。あ、まずい!こうやって、アイテムを着させて、回避すると、待て。チュートリアルむずい!ちょっと待って、俺、チュートリアルでミスったら初めてか。ちょっと待って、これね、他のところもクリックしなきゃいけないかも。あ、こんなか。いや、ちょっと待って。いや、ダメだって、絶対!いや、いいのか。あ、いいかもしれない。これ、水たまらない?あー、これね、使うアイテムが罠だったりする可能性もあるから。出れる?あ、こんにちは。ダメなんかい。水ぐらい濡れてもいいだろう。あ、わかった、これ。カッパ着て、なおかつ、マンホールの中入ればいいんじゃない?これやれば、出てきた時に濡れてもない。これが1ステージ目か。今回のドッキリガチだな。いや、これがドッキリかわかんないけど。はい、これで、水に濡れても、大丈夫だ。史上最高難易度だね。まあ、ただ、もう俺もね、もうやったのがね、1、2年ぐらい前だったから、温まってきた、腕が。さあ、ステージ2。魚ゼロ回避。これも、ドッキリではないんだって。あ、後ろの木怪しいね。で、さっきみたいになんか時間制限があるステージだと焦っちゃうけど、まあ、これ多分時間制限ないんだね。はあ、木の枝とイチゴで釣れるわけないよな、まず。いや、これ釣り道具レンタルした方がいいか。そもそもなんかバッグに。ああ、これ巻き枝。なんかこれ巻いて、魚をね、寄らせてくるっていう。ほお、後ろのなんか釣り具屋の看板から、あ、巻き枝と合体したんだ。なるほど。これ多分餌だけ入れても、この、しょぼい釣り竿じゃ釣れなかったから、これでいいんじゃない?どう?俺がクリックする感じ?これ。あ、いや、いけ!引いてるぞ!あ、やった!よかった!ワカサギ釣りだな!いや、でもまだなんか、他の人とかが出てきてないから怖いな。これなんか人とかが絡むと、急に複雑になったりするのよね。なんか見えたけどやばそうだ、これ。ステージ3、ハゲ回避。一番、いや、回避できてない。いや、待て。これ、紙を捨てちゃダメだ。そうだな。まだ、取り返しつくかもしれない。てか、まあ、ごまかしが効くかもしれないな。冷蔵庫。ま、育毛剤。これね、簡単すぎるし、あからさますぎる。まあね、逆にめちゃくちゃ生えちゃうとかがありそう。これ、フライパン取れるね。ちょっとね、縁が濃いやつは取れるっていうイメージ。ん?これ。顕微鏡?虫眼鏡か、これ。え、ちょっと待って、ゴミ箱も気になる。いや、開けられないか。この3つでどうにかする。え、これ顕微鏡で頭を見る。ガチじゃん。あ、ここに向かって育毛剤すんじゃない？え?どんな力これ？入ってきた。超人だ！これで、ああ、やったーみたいな。うわ、この、なんかね、主人公のキャラを、特性とかをね、ちゃんと掴むのも大事なんだよね。いや、こいつは、とんでもない能力を持ってるのかもしれない。たまにいるからね、超能力の使い手とか。ステージ4、死神回避。回避っていうか、もう手前だけどな。あの顔は確実に主人公だな。これ、カーテンを開ける。
え、待って、これ一つ行動を行うたびに近づいてくるわ。これ待って、ペン取るわ。名前ペン。やばい、これ風船は意味ないんじゃないか。スリッパ、いや、これ枕とか怪しくない？枕、あ、おはようございます。あ、やられた。いや、死神が来る前、あー、魂を切られた。いや、これね、やっぱカーテン開け切りたい。一回、なにー、無駄な動作だった。風船、ほ、うわ、待って、これ風船か、これ次やったら近づいてくるよな。ほ、あ、え、これさ、あ、普通に取られた。あ、風船もなんか切られたけど、なんだ、うわ、絶対これ風船だな。あ、わかったかもしれない。これさ、風船取って、あの主人公さ、顔白いじゃん。だから名前ペンと風船でほら顔かけるわ。で、これを魂みたいに見せかける。そうすれば勘違いして、ああ、そうだ、こっちだけを取ってく。ただの風船持ってる可愛い死神だった。で、うわー、これカーテンは完全なブラフだ。うん、あ、なんか糸くずがついてる。こいつ死にかけてたとも知らずにな。ステージ5、キーパー回避。どれどれ、うわー、いや、こういうの俺でもめっちゃ好きよ。キーパー回避ってことは普通に PK 決めろってことか。ちょっと待って、意味わからないアイテム発見した。ハリセン。なんか後ろの花壇でハリセン育ってたんだけど、何かがあるはず。いやー、これなんかボケたら突っ込まずにいられないやつとかではない、こいつ。いや、普通に叩いた。何回も叩く的な。ほら、いや、これだけじゃ足りないかもしれない。叩く人が違う、先生。強い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 。え、止められたけど。ちょっと待って、いや、お前らなんか持ってないか、この後ろの応援組。いや、もう手前のやつみんなとりあえず、いやー、ごめん、そこまでやるつもりはなかったんだ。え、普通に魂抜けちゃったけど。お前も取れるのか。なんか、あ、魂を連れて、なんだなんだ、あ、こいつらの身体能力をもらえるってこと。二人ともサッカー部か。どっちか片方だけでいいとかいう、そういうわけではない。まあ、行くか。二人分の力を借りて、これ三人の合体技みたいなもんでしょう。あ、なるほど、全然なるほどじゃないわ。このメガネの、いやー、なんか繊細さ、多分今正確なコースを導き出したのはこのメガネでしょう。で、サッカー経験者がこっちなのかもしれない、この親友かも。ってなると俺も叩くか。ダメだった。つかこれスリッパなの悪くない？スリッパじゃボール蹴りにくいよな。先生の靴とか取れないか。いやー、これ魂抜いた後になんかアイテム取れねえか。いや、さすがに無理そう。じゃあ親友行くぞ。これで本当にいいのか、頼む、サッカー部経験者に会ってくれ。行けー。そうだ、合ってるわ、この親友はサッカー部だ。なんか親友の魂だけを入れればよかったんだ。これどうやって戻せばいいんだ。ステージ6、苦手回避。なるほど、嫌いな食べ物をどうやって回避するかだな。ちょ、やばい、これ待って、お盆崩れるのって、いや、気になるな。いや、でもこれまず冷蔵庫あげます。牛乳、これ多分サラダが苦手なんだな。なんだ、トマトかな。これさ、スムージーあるじゃん後ろに、これ牛乳入れられるんじゃね。と、いや、スムージーっていろんな野菜を混ぜられるんだよ。つまりこっから野菜をスムージーにかける。これで、これどう、スムージーだったらいけるとかない？意外とうまいぞ。どう、あ、いけてるー。
なんか顔色悪い？いや、そんなことないよね。よかった。あの、お盆気になったけど、これで、まあ、一発成功は初めてか。ウォーミングアップ完了と。まあ、丸々1ページ使っちゃったね。じゃあ、これからノーミスでいこうか。さあ、ステージ7。崖っぷち回避。ちゃい、ごめん。いや、もう、毎回やっぱ回避すべきところはもう回避できてないんだよね。これ、まず月がバナナだ。で、ああ、親友二人来てるね。いや、こいつら名前つけてあげるとわかりやすいから、そうだな。じゃ、東大とサッカー部で。まあでもそういうキャラだからね、おそらく。鳥の巣なんか関係あるな。じゃ、まずバナナ取ってみるか。で、バナナを巣に入れる。でも鳥ってバナナ別に、ああ、猿だ。あ、いや、バックなんか入ってる！来たー、これファイト一発の CM である崖から引き出せるやつ。で、これさ、でも、ファイト一発は、まず上のサッカー部に伸ばせればいいんじゃない？いや、どっちも飲んだ。来たー、なんかガタ良くなった。ファイトー一発！ CM 見ててよかったー。ありがとう、猿。ステージ8。抜けない回避。うわ、勇者なのに、剣抜けないみたいな状況になるの一番気まずいからな。え？木の後ろになんかスイッチあるけど、これはね、押しちゃいけない。絶対そうだ。だから、近くで水力発電してる？これ。あ、でもわかった。これ、クワが引っかかって、この水車が回ってないね。つまり、これで、何これ、電動の力で抜いてもらう的な。え、はい、電気が動いた。明るくなった。あ、明るくなったおかげでコンセントがあるね。ちょっと待て。何これ、 HDMI、 これモニターにつなげる気。いや、でもほら、この台座見てみてよ。これ絶対ここコンセントにつなげるから。はい、え、いや、ここコンセントか、もしかして。そうだ、木にコンセントが刺さってました。ただ単に電源が入ってなかっただけ。いや、光ってるけど、これでいいのか、本当に。あー、でも他のところクリックしても特に何もない。クワ何か使いそうだけど、関係ねえか。これで抜けぞ。おー、抜けたー、よかったー。ドッキリの音。ステージ9、忘れ物回避。確か今2ページ目からノーミスで来てます。うわ、懐かしい。紅白帽、2つに分けてウルトラマンみたいにするやつね。あとは、そうだな、今日の天気、これなんか使いそうだな。ちょっと待って、これまず黒板消しが取れます。で、体操服を忘れちゃったみたいな感じっぽいな。あるな、お家だ、これ。でも太陽、うわ、これさ、今日の天気によっては乾かない確率もあるよね、この後雨が降ったら。これさ、びしょびしょのまま取ってはいけないから、なんか天気かける。はい、晴れ。あ、太陽をもらえた。絵に描いたものを具現化する能力、もしかして。はい、これで、いや、これさらに強い太陽にするんだよ。ちょ、このヘナチョコ太陽ではなくな。大丈夫。あ、何か物が焼ける音がしたけど、これカラッカラになったので、はい、なぜここに届けられたかはわからないけど、体操服を届けますと。これでいいよね。あっぶねー、紙一重。あ、このなんか洋服畳んでる畳み方とかもなんか性格出てるな。あー、よかったー。いや、ドッジボールはむしろやりたいもんな、体育の授業とか。楽しかったもんな。さあ、ステージ10。G 回避。うわ、G だ。丁寧にモザイクかけられてるけど。うわ、これ何？サンポールみたいなやつ？うわ、洗剤じゃやられないぞ。これか？うわー、緊張るみたいなね。G 倒す。うわ、この G 倒すをこんな至近距離で噴射したら、これ隣にあるケーキに当たってしまうな。隣、弟！待てよ。新聞の下になんかあるな、これ。リモコン？
いや、これ、わかった。リモコンでテレビをつけて、弟の気を引く。おー、アニメやってる。で、なんだ、この、クレヨン。クレヨンで、ゴキブリを誘導できるみたいな感じか？いや、そうだと信じるわ。なんだ。え、魔法陣。あ、お母さん転送してきた。お母さん。あ、強い。あー、これでよかったんだ。いや、やっぱ超能力だな、これは。なるほど。クレヨンで魔法陣をかけば、お母さんを呼び出すことができると。いや、こういうのもね、別のところで使ったりするからな。ステージ11。頭、キーン回避。いや、こういうでも超能力あんま使わなそうなやつだと、逆にむずい。後ろにあるのは？これ氷が入った、やつだね。お茶か。か、アイスコーヒーか。でもまあ、キーン回避はできないのよ。氷入ってると。だから、あ、電子レンジにさ、入れるとか。ぽいな！ぽいわ！いや、怪しい。早すぎる。これね、早いです。俺わかるけど。はい。飲め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 ！おい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 ！え？これ、あれ？クリアか？あ、いけたわ。もうついに俺この域まで達したか。さあ、おい待って、2ページ目さ、ガチでこれ、ドボン回避をクリアしたら、ノーミスじゃね？ステージ12、ドボン回避。さあ、うわ、待ってこれ、なんだ、これ時間制限とかあるか？お尻相撲大会の優勝者100円がもらえると。そうだな。これ、後ろの東大とサッカー部の願いを聞く必要がある。まず、この100円は取れる！で、このアイスクリームが100円って書いてあるんだよね。つまり、アイスクリームを買うと。このアイスで、いや、ん？アイスじゃない。ボールだ。で、サッカー部もボールを持っている。でも、サッカー部にボール持たせればいいんじゃね？ちょ、ごめんな、なんか上の方取ったから、コーンの部分だけ食べてるわ。でもこれ、どうにかして、ボールを2つ持たせたい。1個。尻にすんだね、2つで。これでも逆に不利じゃない？大丈夫なのかな？てか、バレるだろ。なんという、バウンス力。なんか、お尻浮いてんだけど。あ、強いな。でもこれ、ドッキリ王だな、俺。ただこれ、なんかシールってやつで、最終ステージを解放できたりするんだけど、それ失敗してもシールが集まるんだよ。まだ逆に俺成功しすぎて、シール集まってねえわ。よっしゃ、次行くか。ステージ13。景品回避。俺自身が景品になってる。待て、弟助けてくれないか。いや、これまず100円取って、ただ100円だけじゃクリアできないと。後ろでなんか格ゲーみたいのやってる人いるね。それでも1プレイ100円なのか。一回やらせてみないか。100円。シューティングゲームだ。お、勝った！え？あ、これ UFO をもらえるんだ。はい。弟が助けてくれるか。それとも自分自身で行くか。いや、弟、信じてるぜ。なに、そっち？吸い込んじゃった。え？これどっち？どっち？どっち？成功だよな！失敗だ。いや、これ、クレーンは、いや、自分で使うのか。それか、先にお金入れなきゃいけないとかある。何？あ、UFO が。はいはい、セットされて、これで100円入れろってことか。いや、待て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 。うわ、これ弟触るとなんか変なこと起こしそうで怖いな。ただ、100円は入れよう。スタートね。え、これでも UFO がどうやって取る？弟頼む！弟に全てがかかってる。これさ、UFO が取れて、頼む！下ろしてくれ！おー！来たー！あ、これでクリアか。よかったー！
ちょ、弟の行動読めねえな。ステージ14。落ち回避。落ちるってこと。うわぁ。これ回避しなきゃ死ぬやつ。これさすがにこれ命綱だね。ただ、壊れてると予想。え？子供？子供って何これ。あー！子供用と大人用で分かれてるってことか。これそうだよね。でも主人公は子供だもんな。で、待って。何か絶対まだ怪しいところがあるはず。いやー、これこのままね、触ると、あ、いや、これスタートって押さない限り乗らないでしょ、多分。おっと、バネが取れた。ここ取っちゃダメなやつじゃない？あ、違うわ！こっちにバネだ！で、衝撃を吸収するんだよね、これ。え？あ、そう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 、よかった。で、子供用をつけて、で、もう大丈夫かな？待って、バネつけない世界線見てみてえけど、一回スタートだ！悪いな、一発クリアしちゃってよ！ウェーイ！で、バイーンで、あ、そうだね、成功した。ちょ、バネない世界線見てみていいか。じゃあ、行ってきまーす。これ、キー破壊すんじゃね？いった。ステージ15。追い払われ回避。オケだ。あー、やっぱ温泉か。おー、なんか、臭そうな猿が、いるな。なんかめちゃくちゃ主人公に似た猿が入ってる。なんも、あー、入ってしまった！あ、これボス猿か。うわ、これね、ちょ、外れが多すぎるな、おそらく。石鹸で、猿、磨けない？いや。あ、洗ってあげる。いや、逆に怒らせちゃった。シャワーを、あー、なるほど！ちょうどいい。熱い、いや、ちょうどいいだな。石鹸？で、洗ってあげると。あ、冷たかったんだね。だから、あんなに怒ってたのか。で、実は元から綺麗にしてほしそうではあったと。そして、大丈夫。入ろう。あ、失礼します。なんで猿しかいないんだよ、手が。よーし、クリアー。なるほどね。先にボス猿を洗ってあげると。これでちょうどまあ、半分ぐらいか CM です。ステージ16。不作回避。いや、そうは見えないけどな。なんかめちゃくちゃでかいのありそうだけど。これは、あー、サッカー部いるな。あ、5年生なんだ。待って、校長がいる。これね、うわー、校長どっちだ？でも見るからに優しいタイプの校長。さあ、校長呼ぼう。あ、しまっちゃった。え？どうぞ。いや、これね、でも校長の、なんか、助けも借りるはずだから、まず、物置を開ける。閉まってるな。いや、これね、だいたい校長室に鍵があるパターンだ。だから、なんかのアイテムをゲットして、校長の気を引く。え？これ、え？あ、校長が来た。あ！校長の気を引けた。すげえな、銅像とウリ二つだ。で？これ鍵どこにあるんだ？これ芋ゲットできない？あー、校長ごめんなさい！お前が持ってたんかい、普通に。これでも、物置の鍵だよな。不作回避ってどういうことだ？なんか肥料が入ってんのか。ぽいな。スコップと、え？スコップじゃあ使うか。どれ掘る？これでっかいやつ掘ってみるか。でかい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 。あ、これ、ちぎれそう。あー、でも、取れて、え？おー、あ、別になんともなかった。ただ一番でかいやつを取ればいいだけだったね。ステージ17。お邪魔回避。うわ、なんかこういうのありそう、普通に。お邪魔回避、あ、最近ファミレスでよく見る猫型の料理運んでくれるやつね。で、12番テーブルって書いてあるから、この前のおじさんのところに置こうとしている。段差注意！待て待て待て。こんな段差があるところでロボット使うなって。絶対これ前に倒れるやつじゃん。あ、オレンジジュースが欲しいけど、なんかタムロしてて取れないと。うわー、これ。先に料理取れない。いや、取れた。で、あ、猫が、あー、猫に興味津々。で、どうぞ。
どうなる？え？待って。多分そのままオレンジジュース次に行ってたらどうにかなってたんだろうな。だからこれで主人公はオレンジジュース、え、待って。ちょ、おじさんがわからなすぎる。何？な、え？なんか椅子の背もたれ取れた。あ、これ出ないの？実は。レバーが必要だったとか。え？なんか開いた。ええー？あ、フルパワーになってるから、これで普通にするってこと？あっぶねー。今までなぜか回避できてた。これこそ神回避だな。で、押すで。ずっと押してたけど、ただ違うところ押してただけなんだ。あぶねー。よかった。これ一発クリアすごいな、俺。ステージ18。罠回避。あー、わー、こういうダンジョン系ね。で、ダンジョン系おもろいよな。だから、あ、これ、このもう一つの松明に火をつけるとか。まあ、一応、できそうだから。はい。これね、なんか宝箱の影にさ、ちょっとなんか見えない。怪しいな。いや、これ宝箱燃やすのか、実は。そうじゃね？いや、これ、まあまあ、一応火つけ、なんかあるな。上に穴開いてるな、てか。気になる。だけど、ここの、ん？あ、ミミックだ。いやー開けなくても自ら開くのかい。燃やします。あ、やっぱ普通に燃やせばよかったんだ。いや、足履いてるんだ。へぇ、不思議なモンスターもいるもんだな。これでじゃあ先に進めるのか。あー、これで水かけるのかー。はい、これで水を降らして、消火完了と。いや、マントが長すぎたんだな。そのせいで燃え移ったんだ。うわぁ！宝の山だ！これ出てくときにどうすりゃいいんだ。さあ、ステージ19。強風回避。わぁ、これなんか一番最初のステージの応用版みたいな感じか。うわ、珍しいこの上に行けるタイプ。あんたが髪乾かしてんのか。これ雷様か。いや、なんか紐が見える。電源？あ、これ電源コードなのか。つまり、この後ろのさ、はい。この自販機のコード抜いて、で、コイン、うわー、こっちに垂れてくんのか。これを、繋ぎます。で、空から電気供給してるけど。何すればいいんだ？服を回す、早っ。タオル？これで頭拭くってこと？いや、ん？いや、これあれだ！こいつだ！こいつにタオルを貸してあげるんだ！髪長すぎだろ、てか。これで乾けば、雷が収まると。あ、やんだ。でも主人公はびしょびしょなんだね。ステージ20。ゾンビ回避。いやでもね、だんだんなんか複雑になってきたな。やっぱここら辺からだんだん複雑になってくるんだな。あれ？灯台。灯台がゾンビになってる。いやこれね、何かしなきゃいけない。消火栓は開けないか。開けなさそう。うわーこれ、非常ボタンを押すべきか？それとも、あ、なんかある。みかん。みかん。みかん。はい。あー、なるほど！これで隠れるんだ。まあ、一回これで越せるでしょう。あ、待って、なるほど、自ら歩くんだ。え？あ。ああ。通り過ぎるまで待つんじゃなくて。え、これ、被って、あ、これ押せばいいんじゃない？ボタン。で、そうすれば動き出してくれると。今のうちじゃない？あ、大丈夫だ。危ねえ。そう、やっぱね、そう、これ、街なんだよね。そう、段ボール被ったら動いちゃダメ。で、さっきのこの、掃除用具箱が開けられるようになって、ミラーか。これ、どっか置く場所あった？これ、あれか？ここか？この、窓？いや、渡すなんなら。なんか、右が結構光ってね。実は結構な光源があるんじゃね？なので、
そうだな。これは、いやでも進むじゃダメだ。もう一回、いや、押せないわ。行くか。どうだ。あ、そんな知能落ちるんだ。あ、大丈夫だった。もうドッキリとかいうレベルじゃない。あ、夢かい。いや、確かにこれはドッキリかも。じゃあ別に最初のミスも良かったじゃん。ステージ21。ハテナ回避。予想できない。いや、結局予想できないのよ。なんだ？なんかさ、さっきのハテナちょっと花っぽいリースみたいのあったよね。これランドセル、うわ、ランドセル怖い。これタップしたらやられるパターンよ。なので、この手前のバッグ。あー、花だ。いや、これ花集めるタイプだ。あー、近づいてきた。これ、奥にも花あるね。これ、リースあげるって感じなのか。へー、で、待って、この、リースのさ、周りの、あの、ツルの部分がないんだけど、いや、ランドセルか。あー、やばい。これ何？何入ってる？あー、無駄な行動来たー。あ、わかった。窓だ。それだ！あ、なんか桜持ってきた。待って。廊下を走るなの、花のブーム。これで、できた、リース！あー、間に合え！あ、間に合ってる。ほんじゃ、頭に被せてあげよう。はい。ダメなんだ。リース作って、いや、でもね、え、これ、主人公にも、あ、あ、ちょっと被せんのが遅かったのかもな。で、これで、今被ってるでしょ？で、いちご、だんだん近づいていくの怖いな。え、これいちごどうすりゃいいんだ、これ。はい。え？え、なんか来た。ね、え、後ろ開けてあげよう。はい。おや？あ、メス？なんだ？いちごがあってよかったのか。あ、まあ、よくわかんないけどクリアしたわ。もう最後までわからないあたり、ハテナだったな。ステージ22、牢屋回避。いや、捕まってんだって。いやー、これ、あー！サッカー部が助けに来てくれてる。ただ待てよ。これまず、なんかスプーンあるね。なんか、下、怪しくない？あー、これ入っちゃダメだ！押しちゃいけないやつ！絶対脱出できないから、これ。繋がってるんかい。でもこれ、スプーンはなんかに使う。そして、こいつの鍵取れる？さすがにか。奥の日々何？これスプーンでぶっ壊せるとかない？ないか。スプーンを渡してみる。え、スプーン、え、あ、やば、あ、あ、え、あからさもすぎるって。いや、これじゃサッカー部からか。なんかゲットに、あー、ダメだ！俺、ちょっと、いや、絶対おかしいって。ちょっと嫌んとこクリックしすぎてるな。え、これドアか。そうっぽいな。はい、これ制服に着替えてもらって。歩き方もうちょっとどうにかしようよ。あ、大丈夫そうで。あ、お疲れ様です。明らかに子供だろ。で、鍵が、こいつ持ってるよな。え？カレーを食べて、あー、見回りを変わるって言って変わったんだ。ちょ、待って、鍵。いや、あ、スプーンを探してんじゃない？これ脱獄用のスプーンじゃなくてカレー用のスプーンもしかして。今のうち。え？寝たー。これで、開けられるな。おー！いや、ちょっとクリックしちゃいけないところ多かったね、今回。え、これ大丈夫だよね。あー、迎えに来てくれたんだな。東大が。ステージ23、押し売り回避。あー、腹減ってるけど、ま、明らかに毒あるもんな、このリンゴ。あ、タバスコとオレンジジュース。怪しすぎる。これちょっと待って、ピアノも、なんか触れそう。ドレミファ。これさ、1、2、3、4って手前でさ、色があるじゃん。この色通りに押していけばいいんじゃない？だから、ミ、ド、レ、ファ。あ、ファから押しちゃった。ちょ、今なし、今なし、今なし。ミ、ドーレーファ。おー、なんか上がってきたー。この中に、パン。あ、これで、お腹を回復させんじゃない？あー、いや、リンゴはいらないと、パンがあるから。まだお腹減ってるわ。
待て待て待て。おチーズ。ここら辺もう全部、ちょっと待って。こんなところにあったチーズ大丈夫か、ま、チーズ元から発酵食品みたいなとこあるし。まあ大丈夫でしょう。置いてあっても。で、まだ腹減ってるから、え、これオレンジジュースいいか、さすがにタバスコはないよな。溜まるお腹に。溜まった。あ、もう大丈夫です。露骨に嫌な顔されたわ。おー、回避。危な。ステージ24。呪い回避。いや、いかにも呪われてる壺がある。なんか、奥の虎、腹減ってるし。これね、うわ、封印とかは絶対開けちゃいけない。ちょっと待って、そこら中に封印の札が貼ってあるんだけど。これなんかどっかに鍵ないかな。まず、おー、呪符。封印って書いてあるね、これ。ここら辺さ、これ鍵ないかな。開けたいんだけど、これ、なんか付け替えれるとか。うわー、ここら辺の札取ったら絶対まずいから、まず、壺は絶対触っちゃいけない。虎、虎触っていいか、触るか。さすがに絵だもんな。わ、なんも出てこない。じゃあ、壺はマジでまずい気がするので、この、左奥の封印、解除。ダメだー、あーいや、恐れてはいけない。ここら辺、クリックするんだ。いや、壺、開けるな、壺。あ、開かないんだ。これ待って、じゃあ自分のさ、この頭の中なんか入ってそうじゃない？ほらなんでそんなとこにダウン入ってる？ちょっと待った。はい。うわ、カビてるー。あげる。腹壊す。あー、これで腹壊しどっか行く。鍵だ。で、鍵を使って後ろの、ねえ、宝庫みたいなところが開く。何の書？誰でもできるお払い本。いや、危ないって。初心者編？これ。これ入門編の本ゲットしたけど、一回読んでみるか。多分、札ではないんだよな。唱えてる唱えてる。なんか、気のせいか、邪気強くなってない？あ、いや、気のせいだ、これは。え？長くない長くない？あまりにも長すぎる。こっから封印の札を使うんだ。今なら、この札にちゃんとした能力を持たせられるってことだな。ふぅ！封印成功。いや、それより左奥が一番やばいだろ、これ。ステージ25。怪獣回避。あ、これ回避しなきゃ死ぬ系だな。ちょっと待った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 。やばーい。え？でかくなーるだ。でかくなーるロング。いや、これでも怖いよ。神テレビ局。俺たちはテレビの取材に来たのか。まずいこれ！時間限られてるやつ！うわー！親友二人が撮れた！待って。いや、これ中に何か入ってる。おー！これ撮影すると。え、何を？カメラ持って。やばい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 。あ、え？テレビある。これさ、なんか、ここ怪しくない？ここ、乗っけるんじゃね？ここ。おー！そうだ！で、カメラを持たせて、おー！中継中！なるほど。俺の活躍を地上波で配信すると。さあ、やってやろうぜ。怪獣と戦う人間。これ、視聴率高そう。行くぞ！でかくなれー！来たー！待って、でも、え、やばい。え、バトルって出てきた。まだ足りなくないか。さすがに素手じゃ勝てる自信がない。なんかさ、ここら辺に隠れてない？いや、むしろ、なんか怪獣を弱体化させるためのアイテムとかないかな。じゃあ皆さん、俺の活躍を、ご覧あれ。いけーバトル！あ、やばいか、これ。やばい！やばーい！おい、笑われてるぞ。え？あ、でも、怖がってる、子供がいる。あ、勝った！勝つんだ、それ。危ねー。あ、大丈夫だったんだね、これね。さあ、もう結構ラストスパートだな。ということで、じゃあステージ26。霊体回避。これも死んでるな。危機一発すぎるんだよな。いや、これ弟じゃないな。別の人の家だな。サラダ取れる？いや、ん？まだ何も取れないっぽい。だから、こっちが、おーっと、仙台。あ、仙台だ！え？これゲットできた！これじゃあ、仙台の霊をさ、え？あ、
あ、なんかどっか行った。何が起こってる。先代が取り付いてマヨネーズ食べてるってこと。ちょっと待って、そのマヨネーズもらえないか。あ、でもそうだ、先代ほらマヨネーズ持ってるわ。なるほど、もう乗っ取ってんだ普通に。あ、ごめんな、なんかマヨネーズ取っちゃって。あ、子供は酢のサラダは食べたくないよと、マヨネーズかけてから食べたいよってこと。あ、やば。あ、掃除してる。なになになに。あ、え、これで、あ、掃除機、掃除機でもなんか吸い込まれないねえ。え、自分に使う、使えるか。うわー、そうだよな、自分で吸い取っちゃった。え、あ、これも何これ。あ、ほこりと一緒に振りかけた。例の概念がわからんけど、戻ってよかったわ。ステージ27、怪我回避。それは回避しなきゃな。うわー、このまま行ったら怪我する。瓦せんべいと書いてある。この瓦が硬すぎるんじゃないか。それか、空手しようぜって書いてある。あー、グローブ借りれる。ただ待って、瓦せんべい、これをさ、見立てられない瓦に。あ、いけた。何この大人よ。え、なんだ、空手の方。これで空手を覚えて、うんうんうん、覚えた、グローブもはめた、で瓦も変えた。もうこれ以上できることはない。しかも後ろでお母さんが見に来てる。見ててくれお母さん。おーす、いけー。ダメか、怒られたわ普通に。あ、子供寄ってあるわ。あ、なに、普通に怒られる世界線があったんだ。さすがにおかしすぎたな。だから、師範をどうにかしてどかせたい。あ、これをあげるんじゃない。あ、そうだ。あ、で、あ、差し入れですよって感じであげて、で、空手の書を読ませて、グローブ持たせて、子供用の瓦を。だったらこれ何だったんだ。あ、でも大人用の瓦が減ってるから、これ大人用だったのかもね。じゃあ、押す。多分グローブが欠けてもダメだもんな。はい。え、あー、大丈夫だった、よかった。グローブするの生ぬるいとか言われそうだったからさ。ステージ28、トラップ回避。こういう系俺得意よ、トラップは。ご用の方はこちら。まずここは絶対に押さない。で、顔が見えない。なんだ、あー、怪しい、怪しすぎる。え、なんかこれ顔取れない。あー、入れ替わるんだこれ。こうはちょい違う。ここは木の板が取れればいいんだけど、ここまず開かない。おー、あ、これだ、この金槌で、えい、このお化けみたいなやつを、え、どっかを下げるみたいな感じだな。あー、わかった、ヒントあるね。このエレベーターの扉の下に書いてある。だから、ん？上下上下か。いや違う、下上下上か、こうだ。おー、開いたー！で、あ、こいつ、これもあのさっきのエレベーターのところに書いてあったやつ、だな。はい。え？ん？はい。いや、これ、まずはめなきゃいけないんだ。どっち？こっちか。はい。あ、綺麗にはまった。そして、これを揃えなきゃいけないんだけど、え、ちょっといろいろ揃えてみよう。あー、それで合ってんので、あ、豚かと思ったけど違うね。さっきなんか犬っぽい人の女性バージョンと砂金だ。え、これは何に使うんだ。これ宝だよな、いわゆる。一応はめて、あー、まずいか、やばいんじゃないこれ。うわあ、あー、そこかあ。あー、連れ去られたー。で、まずここに、はい、砂引いて、これで転ばないな。でもこれ、その奥大丈夫かな。取る、かかってこい。え、なに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 、普通
通に違うやつ来た。あー、やっぱここもダメだ。ギャー、あー連れ去られた。ダメなのか、これまた何かやんなきゃいけないやつだ。あ、わかった、これだ、この木の板だ。あー、それぞれのステージにこう防ぐものがあったんだな。さあ、これでどうだ。今度もう誰も来ないのか、それともいろいろ来るけど逃げられるみたいな。あ、やべえ、オールスターだ。逃げろー。普通に足の速さは勝ってるわ。え、逃げ切れてる普通に。それはなんだ、金塊。ステージ29、ゼロ点回避。いや、もうこれ取ってるんだよね。もういかに隠せるかっていう。職員室の前に、え、とんでもない銅像あるけど、忘れ物、これ縄跳びだ。そしてなんだ、感謝のクローバー、え、なんとかろ、なんだこれ、わかんないわ。とりあえず、あー、ゼロ点あるね。あ、え、これなんかコピーできそうだよね。何をコピーすんだ。ペンは取れる。あ、ここら辺取れない。上は上。あ、なんかある。え、わからなすぎる。ちょっと、縄跳び、あー、なんか縄跳び引けた。これ上から入れるな、じゃあ。ってことは違う、これ縄跳び取ってまず上に入んじゃね。一回じゃあ進むで、進んでみて。あー、全然後ろスルーしてる。あー、職員室こんな厳重じゃないだろ。はい、や、お、あ、いけたいけた。こう、何コロ？あ、これ感謝の心か。で、そういえばコピー機あったな。だからこれで、あ、できない。あ、入れられるわ。で、こうもう一枚コピーすれば、はい、あ、こうが二つ来た。これ多分心になるってことだよね。あー、なるほど。で、あ、で、ハートが取れると。な、これ四つ葉のクローバーみたいになって、このハートを埋め込めると。はいはいはい。いや、これね、まだでも、え？なんか急に変な動きしだしたけど。これね、一応ここにも縄跳び置いといた方がいい気がする。で、こっから脱出すんじゃないかな。じゃ、進むでいいのか。じゃあ進んでみるか。あぶねえ。まず、第一関門突破。からの上行って、え？何もない。あ、もうじゃあこれは、ゼロ点のテスト取って、あ、で100点に書き換えて、これ縄跳びに抜け出せ！これでいいんじゃない？あ、大丈夫？これ閉めてないけど。よかったな、自分のテスト用紙がピンポイントにあって。危な、これは出口と繋がってるのか。繋がってました。危ねえ。これでも先生気づくだろ、絶対。さあ、そして、ついに来たね。ステージ30。まあ、これがま、一応、普通のステージとしてはラストかな？じゃあ行こうか。ステージ30。食べられ回避。うわぁ！前あったやつ。いや、これでもね、なんだこれ、一応捕まってるのか俺は。この木の板取って、他に何か取れるやつは。このね、うわ、オケとか触りたいけど多分触ったら落ちてくる。この小麦粉みたいなやつ、おっと、なんか、なんか出てきた。こう、パクパクやったらなんか出てきた。クッキー。これパスワードみたいな感じかな。いや、でもこれ撃つ場所がまずわからん。あ、これさ、薪入れればいいんだね。はい。パンが焼けた。あ、もらっていいんですか？はいはい。このパンを、え？あげる？あ、ラッキー。え？腹いっぱいになった。え？あ、これ食べちゃいけないパン、もしかして。うわあ！そういうタイプの魔女？普通に人間を食うタイプだ。ちょっと珍しいタイプの魔女すぎて気づかなかったわ。え、じゃあこれ待って、後ろのヒビは、なんか出た。これ絶対タライ落ちてくんじゃん。パンは食っちゃいけないけど、
まあ、なんかには使えそうなんだよな。そしてまあ相変わらずここのマークは見つけてはないけど、うわーこれ鍵はなんもないもんな。あ、これあ、ないか。これ外行けるな。てか、あー、ご用の方はこちら。これインターホンだよな。なんか鳩にあげられるパンを、であげるとどうなる。これ魔女が外に出た時に行動が変わるのかもしれない。だから呼んでみよう。鳩が、え、鳩で木釣ってくれてる。これで今のうちになんかある。あー、これがパスワードか。こうこうこうで、クリア。で、そうするとどうなる。鍵だ。これわかんないけど、あー、いや鈍感、鈍感でよかった。多分鳩が足止めしてくれてたのかな。はい、危ねえ。この赤いボタン押さなくてよかった。違う、外に出るときに大事だったのか。え、あー、これで鳩が助けに来てくれたんだ。パンを置いた意味あったんだ。さあ、ということでこれで無事全ステージを終えたので、これがラストステージ待って、なんか見たことあるな。これなんかクイズにチャレンジして失敗するとぐるぐる回るやつじゃね。まあ、これが表側のエンディングってことだね。じゃあやってみるか。ステージ31。はい、クイズ系か。神回避、すげえ、タイトル回収だ。あ、6問答えるっぽいなこれ。はい、お母さんが持ってきたお土産はどっち。なるほど、今までのね。あー、これ瓦せんべいです。これなんかでもタイムアップとかありそうだから早めに選ぼう。合ってるよね。よーし、意外とこういう記憶力はまあ、こうやって実況やってるとつくんだよね。かき氷が、え、主人公が食べてたかき氷の味。頭金回避、これはいちご味じゃないか。これ覚えてるというか緑色をあんま見なかった気がした。よし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 。ステージ17、お邪魔回避で引っかかっていた配膳ロボット。これね、ファミレスとかによく空いてる、置いてるタイプ、左の猫耳タイプでした。これね、俺もなんかすごい記憶にあった。よーし、危ねー。こんなの覚えてるやついんのかって感じだけどね。で、崖の上にいたのはどっち。いや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 左誰だよ別シリーズかな。こっちの東大とサッカー部だよ。これ右のやつのね。当たり前よ。いやでもなんか残り2問とか理不尽な問題来そうで怖いな。警備をしていたのはどっち。わー、よかった、これ左やね。うん、あのサッカー部も捕まってたけど、さすがにね。こうステージ30でしょ。あー違う、あー、これあれか、学校にいたやつか。はいはい、まあでも警備員抱いたやつだったな。え、主人公の服装はどっち。え、あ、牢屋回避の主人公。え、そんなの、で俺のマイクラスキンみたいなやつだったよなえ、左ではなくない。はい、右。さすがに囚人服っぽい感じだよね。よーし、いや思ったより簡単だったな。え、これでいいんですか。きたー、 Thank you for playing ということで、まあ、これが今まで出てきたキャラたちだね。ということで、じゃあ一回戻って、なんとこれ、まあ、トゥルーエンド、まあ、裏エンディングみたいのがあって、それが、あと44枚カードを集めると遊べるようになるんだよね。だから、俺は残り44回、失敗してこなきゃいけない。あの、割と早くクリアしたせいで、このシールが溜まってないんだよね。じゃあまあ、いろいろ集めてくるか。よし、これで、いけー！よし、回避失敗。これで全シール集めら、まあ、全というか、まあ、100個のシールを集められたので、うん、すげえ大変な回避失敗だったな、これは。さあ、これでシークレットステージが遊べるようになったね。いやー、失敗を探すのも楽じゃなかったね。さあ、本当のエンディングがこちら。お誕生日パーティー、お前が作るの。怖っ。何を回避すればいいの？お誕生日パーティー。なんだ？サプライズ回避みたいな感じか？いやでもなんか普通に、
誕生日誰の祝うんだ。さすがに自分のパージュ自分で作るってこと。まあじゃあこれまず小麦粉、はい、これ考えてる通りに入れればいいのかな。卵は、あ、たまたま1個だけ余ってたね。はい、これまあケーキみたいの作ろうとしてんのかな。型に入れて、いやこれまだ焼いちゃいけないな。多分ね、いちごは後だよね。あ、あ、全部食べちゃった。これ焼く前になんかあるね。生クリームって先入れんのか。うわー、わかんねー、わかんねーけど入れてみよう。あ、違うんだ、ごめん、危ねー危ねー危ねー。あ、でも、ん？強火になってるから中火でやればいいってこと？それでも何？なんかある？砂糖、ま、塩もあるけど、え、絶対砂糖でしょ。え？あー、これ熱いからこれかけられる。これ一応砂糖入れる、あ、入れなくていいんだあ、すいません、ちょっと料理が分かってなくて。あ、でもこれで中火でいいのかな。まあまずは中火からだな。これで焦げ、なんかもうちょっとだったら強火にすればいいし。あー、なんか大丈夫そう。中火でよかったんだ。で、生クリームに砂糖だよね、多分。はい、砂糖、悪くないね。おー、綺麗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 。で、最後にイチゴを飾りつければ、おー、完成。親友来てるかな。あ、家でパーティーだ。お父さん、初めて見た。すごい、普通に幸せなハッピーエンドだったわあ、弟にドッキリって感じか。うわー、いい話じゃん。さあ、ということで、はい、これでドッキリ神回避5、まあ、全ステージクリアしたね。いや、まあ、今回の神回避もまあ結構な正答率だったな。ということで、ちょっと待って、最後さ、砂糖じゃなくて塩入れる世界線見てみたくない？弟よ、これが本当のドッキリだこれで弟がこのケーキ食べないって言ったら熱いけどな。それこそ神回避だけど。さあ、わかんないぞ。これ食卓に置かれるまで味わかんないもんね。どうなる？お父さんもいる。はい。いや、みんな回避しないんかい。